こんにちは、ヨルです、えー。今回ですね、えっと、本物の運動連鎖を、えー、お伝えしますということで、はい、えー、お話をしていこうかなと思います。えっと、運動連鎖って何だっていう方もいるかもしれないですけど、あの、ボールに力を伝えるためには、まあ、必須な動きかなと思うんですけど、えっと、まあ、そんな話をしていこうかなと思います。まあ、えっと、まあ、ざっくりちょっと先に見せますね。こういう状態にしたいんですよ。 今これ何をしたかあの説明をすると足を曲げて伸ばしました伸ばして体が上に向かって急ブレーキがかかりました急ブレーキがかかった後に肩、肘、手首、ラケットの先端というふうにあの最後の最後に足を蹴った後最後の最後にラケットの先端が加速するように こう、力が流れるようにやっていきました。はい。で、この運動連鎖をさせたいから、あの、もっと足の力を使った方がいいというか、あの、腰の回転を使った方がいいよっていう方は割といるんですけど、あの、それによって、今わかりますかねこれ、あの、体の中心からラケットの先端にかけて、重みの流れがこう外側に、ラケットの先端側に流れていってる。 この状態を作りたいんですけど、足の力を使って腰の回転を使ったり、あの、まあ、当たる瞬間にこう握るとか言う人もいるんですけど、あの、それをすることによって、本来なら体の中心から離れた一番遠くのところ、遠くなところが、あの、まあ、強い部分というか、あの、ボールのスピードを出せる部分なんですけど、力を入れようとボールを飛ばそうとして、縮こまる人もいるんですよね。 足の力も腰の回転も確かに使ったんだけど、縮こまって打つ人。縮こまって打つような。これは力を入れることによって、体の中心に、あの、力が集まってる状態なんで、できれば力を抜くことによって、あの、力がこう外側に行くようにしないですよね。で、そのために、あの、僕がちょっとずっと言ってるのが、これをするために、最終的にはこれを刺したい。 皆さんにもやっていただきたい。全身を使って、あの、先っぽを振るような状態を、あの、作っていただきたいんですけど、じゃあ、それをしたかったら何をすればいいのまず何をすればいいのっていうのが、肩の動きになります。肩。肩を適切に動かす、動かせない人っていうのは、どんだけ運動連鎖を起こそうとしても、あの、まあ、腕が曲がったり、縮こまったり、まあ、一緒かな。はい。まあ、体の中心にこう、力が寄ってきちゃうので、じゃなくて、 話していきたいんですよ。肩の動きを覚えた。まあ、今、まあ、僕がこう、皆さんに伝えてる動きを、これができるようになったら、その肩の動きか、動かし方が分かったのであれば、ただそれに足の曲げ伸ばしを追加すれば、あの、そうなってくれるはずなんですよ。なんでかっていうと、僕が見てる方に、あの、全身使ってってくださいって言ったら、言ったら、こうなるからですよ。肩の動きでこうやって、 できてる人が足の力を使おうとした瞬間にこんなになんないですよね。こんなになることないので、あの、覚える順番っていうのは下からじゃなくて、上から。まずはあの、なんですね。まあ、例えばですよ、あの、なんていうかな。テニスの打ち方を伝える上で、まあ、テニスじゃなくてもいいけど、あの、動き方を伝えようと思った時に、足に意識があると難しいですよね。ボールが飛んできて、足は、 例えばですけど、その、右足、左足、右足、え、右足がついた後に打ってるとか、わかんないですけど、そういうことを言われると、よくわかんないと思うんですでも、腕を、ボールに、ボールに対して、えっと、ボールが、相手のボールがネットの上通過したときには、腕を引いて、ボールが落ちる頃には、腕を出して、ラケットボール当たりそうになったら、打球してね、っていうのはわかると思うんですけど、あのー、ボールが飛んできたら、あのー、なんていうかな、説明も難しいんですけど、何歩ぐらい歩いて、 何歩ぐらいの歩幅で、えー、歩いて、適切な距離になったら、このタイミングで足を曲げて、えっ、ー、と、このタイミングで腰を回してとか言われても全然わかんないですよね。説明されてもよくわかんないと思うんで、とりあえず、腕の動きっていうのはすごく説明しやすいです、ね。で、足はじゃあどうするかって言ったら、足は考えなくていいです。足は考えなくていいように、肩の動きを伝えてるんで。足っていうのはじゃあ何に考えるかというと、ボールとの距離を合わせるだけです。あ、ボールがこれぐらい遠いな。じゃあ、何歩でもいいから、あの、そこに向かって、 移動してくださいね。あとは、肩の動きに集中していただければいいのでっていう状態。で、それでもう、ちゃんと打てるって人はさっき言ったように、あの、力を加えたいんだったら足の力を使っていいです。足の力を使っていいので、えっと、腕の動きはなるべく同じようにしてくださいねっていう状態で、えー、お伝えします。で、ちょっとここね、ちょっとポイントがあるんで、この腕の動きができたんだけど、足の動きをするとできないっていう人もいると思います。 で、それっていうのはね、間違いの足をやってるんで、ちょっとそこだけ最後説明します。間違いは、えっと、準備完了です。準備完了。準備完了から、えっと、ドッグパット。まあ、腕を高いところから下に落とした。で、打球とします。で、1、2、3としたら、1、2のタイミングで足を曲げる人は、よくないですよね。ちょっと間違いします。1、2、3。これだと、あの、 下に落ちた後に、上がろうとしてる。体が今上に上がろうとしてるのに、腕を上げようとすると苦しいので、なかなかボールにしか伝われない。伝わらないっていうのは、これでうまくいってると思ってる人は、分,分かっ、知らないです。これで、あ、これ全然打てますけど、これで大丈夫です、これ OK ですって思ってる人は、これしか知らないんで、あの、これが正しいと思っちゃうんですよ。なんで、そうじゃなくて、今さっき言ったように、 足で蹴った力っていうのは、最終的に、ラケットの先端の方に、あの、流していきたいので、これ準備完了。えっと、腰を落とします。腰を上げた時に、腕が落ちます。1、2、この時に、今、えっと、地面を蹴って、体が上に向かって伸びて、止まったから、この落とした腕が、振られます。そう思いながら見てやればこれが、あの、本当の、 運動連鎖です。足を曲げて伸ばしたことによって、上に向かって急ブレーキかかりました。その急ブレーキをかけるまで、腕を休ませますで。急ブレーキがかかったから、動かされた腕とラケットが、あの、地面からの力をもらってるんで、あの、ちょっとそう思いながら、あと何球か見ていたて。 で、最終的にあの、さっき言ったように、こういうふうにやってほしいなと思ってるんですけど、思ってるんだけど、じゃあいきなり、打ち方が、例えばですよ、じゃあ、こういう女性の方が例えばいるとして、こういう女性の方に、よし、じゃあ今から、これをやってねって言われたら、全然わけわかんないです。え、どうやってるんですかってなっちゃうので、あの、そこは教えません。教えませんっていうか、最初は教えません。順番はまずは、 肩の動き。肩の動きがまず分かったら、肩の動きでラケットを加速をさせる動きが分かったら、その肩に合った足の曲げ伸ばしを伝えていくので、あの、まあ、その順番っていうのを間違えないに、その順番を、あの、間違えると、全然うまくいかない。うまくいかないっていうのは、うまくいってると思っている人は、あの、まあ、知らない。あの、本当の、本物を知らないで、本物の方をするためには、 えっと、まずは肩の動きを覚えてくださいねっていう感じで、えっと、思っていただければと思います。はい。まあ、そんな感じで。なんとかわかりましたかね。足を曲げて伸ばした後、腕が、ラケットが後から加速します。はい。まあ、これは僕が言うタイムラグですね。タイムラグを起こせば起こそうとスピードが出ます。だけど安定しづらいので、まずは安定しても打てるようにタイムラグゼロで。タイムラグがない。スピード出したいならタイムラグを起こして構わないので、 正しい起こしいいこ方ってそのじで、えっと、今回の動画は以上です。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。えー、今ですね、毎月、えっ、ー、と、いろんな県から、えー、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、えー、たくさんいます。で、えーと、そういう方はですね、どうしてもあの予定を組んで福岡まで来て、えー、レッスンをしてっていうあの時間とお金が すごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、えー、始めました。今、えっと、全国には、あの、たくさん、あのー、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、えー、そういう方を救いたいと思って、えー、作ったので、気になる方は、うん、詳細はですね、えっと、概要欄に載せてるので、えー、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、えっと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、なんでもいいですけど、えっと、 一つのショットを僕に動画で送っていただいて、えっと、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためにはあの、どうしたらいいのか、練習方法などでも、えー、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、えと、ー、っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、あの、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、えわ、ー、かんない方たくさんいると思うんで、えー、っと、そういう方を救えればと思います。はい、そんな感じで、えー、気になる方は、えー、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。